で、でもいいと思います。全然それで何も問題ないので、すごいめちゃくちゃ強いなと思いました。そう、ただ俺的には本当にもうちょっと見たかったですね。なんかここじゃない。まあまあそのレフリーには僕文句は言いませんけれども、だっていや、やっぱそういうのは、まあまあまあね、まあまあ文句言うのやめます。いやしかし辻田さん、はい、ヤガシトレーナーも5戦目で5ラウンドだったんですってね。そうですね、知らなかったんで、まあ、師匠と一緒でいいですよね、はい。